はい、ビッグレンズの咀嚼面です。今回ね、久しぶりにね、紛れ子のね、ガチャをね、やっていきたいんだけど、第2弾のね、キャラがフェイトっていうキャラなんだけど、劇場版の第1作だけ見て、メインヒロインの一人なんだけど、ナノハよりもね、フェイトの方がめっちゃ気に入ったね。で、このフェイトが、まあちょっと今出てきてるので、フェイトを取りつつ、まあ、この辺ちょっと欲しいなと思って、この特攻メモリア的なやつ。イベント後半まだ始まったばっかなんで、結構この特攻つけないとやっぱりサポポがもらえないので、サポポ難民になっちゃうからね。で、今ガチャチケが29枚と、石が512個あって、なのでちょっとガチャチケ、なんか単発やっぱちょっとやりたいなっていう気分があるんで、単発を10個やって、で、そこでもしメモリアが出たら、まあ、すぐやめようかなとは思ってるんだけど、ちょっとそういう感じでやっていきたいと思います。いけ！不思議。あなたの因果に変化が起きたみたい。おう、変化が起きてるとは。じゃあ、見せてもらおうか。魔球イロハ。あ、これが変化なのかな？魔球イロハって変化だったっけ？おお、待って、変化じゃない？星音メモリア速攻来るか？まさかの。はい、勝ったー！はい、勝ちー！やったぜ。響け、終焉の笛。ちょっと早速つけてきますね。よし、この意図せず貫突したつくよちゃんにね。お、やったプラス8になれた。すり抜けで意図せず貫突したつくよちゃんのことを、糸勘つくよってよく呼んでるんだけど、そこの糸勘つくようにね、たくさんつけてるんで、みんなつくよちゃんがあんま好きじゃない人もね、ぜひ使ってほしい。せっかくなんでこの流れで、まあ10回ガチャだけちょっとやって、まあまあ出たらいいなぐらいのレベルなんだけど、まあできればこっち出てきてくれた方が、まあいいかもしんないね。さ、マギアストーン250個を使用して10回ガチャを行います。よろしいですか？いいですとも。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。探ってもらおうか。集中線が出る頃に目を閉じて、違う、なんだっけ、セリフが思い出せない。ああ、もう集中線完全に消えた状態で今目を開けてしまった。これはあかんですな。で、マナカがまず一発目ですね。まあこれ猛球イロハだったかもしれないけど、ぶっちゃけ猛球イロハだったとしても、星音メモリアが出るっていうね、さっき、照明を見たので、あれだったな、単発10回やってもよかったね、よく考えたら。もうあれで終了って結構乱暴な終わり方だよね。お、やった、なんだこれ。暗闇を照らす光。これもあれじゃない？フェイトじゃない？フェイト、テスタロッサ、ハーラオーンだっけ？そう。原作見たんだけど、このフェイトちゃんの、まあ、フェイトっていう名前から、お察しな感じはあるんだけど、かなりなんか、すごいね、悲惨な運命をね、あまりここで言っちゃうとちょっとネタバレになるからあれなんだけど、結構やばかったね、なんか、Different Story! マミとキヨコ。全然声高くなった。そう、原作見たんだけど、結構映画版だから駆け足な感じではあったんだよね。もう怒涛の展開みたいな。なんだけど、結構最初は、よくある魔法少女ものか、なんか、ちょっと子供向けっぽい感じかなって思ったんだけど、結構ね、その話が進んでいくとね、過酷な運命というか、ま、特にこのフェイトちゃんが、おーい、マジか。これってもしかしてさ、高町ハラオウン来ちゃう？
ちゃすげえ。しかも変身バンク超投げ。あの原作でも変身バンクがあったんだけど、やっぱり敵はね変身バンク中攻撃してこなかったね。よしじゃあちょっと見てみよう。はじめまして、時空管理局食卓魔導士フェイト・テスタロッサ・ハラオウンです。力を合わせて頑張りましょう。頑張りましょう。あーもうこれあれだね、結構話的には多分その第1期じゃなくてもう第2期とかそれぐらいなんだろうな。ちょっと第1期しか見てないんだけど、その一番最初に出てきた時はまあ、敵として出てくるんで、まあ、最後にちょっとなんかおまけみたいな感じでさよさよ出てきたけど、まあ、かなりいい感じの引きだったなこれ。いやこれが出てきちゃうと逆にちょっと高町菜の葉がいないのがちょっと寂しい感じにはなるけど、いや高町いるけどさすがにそんな高町出るはずないよね。そこで高町出てくるっていうアホな幻想を抱くとアウチなんだけど、いやちょっと特攻したいんで一回ガチャだけちょっと使って、こう特攻を取りつつ、もう多分ダメ、出ないな、もうこれもうダメなやつ。物欲センサー的な何かが働きそう。だったらメモリア欲しいな。変化が起きたみたい。いや、今結構変化の流れ来てると思うんで、お願いします。行くんだ猛球イロハ。このね、猛球イロハでも、ここのね、模様がね、模様というか光のリボンたちが、普通に星4のメモリアの光のリボンで、変化が起きたみたい。そう、光のリボンが、星4色だったら全然ね、模球色派でもね、全然問題ない。いやー、いいなー。あれだね、ハラオウンが出ちゃうと、ナノハの方も欲しくなっちゃうよね。変化が起きたみたい。頼む、メモリアだ。今必要なものはメモリアだ。もう旧イロハでも構わない。もう旧イロハでも構わないってなんかかっこよさげなセリフだけど全然クソもかっこよくないね。かっこよさのみじんもないな。おお、やった。これ持ってない。いい来てる流れが来てる。変化が起きたみたい。変化を起こせ。いやー、やっぱなんだかんだ言って紛れこのガチャは面白いな。久しぶりに、今までちょっとセーブしてたんで、2周年を控え、これって星4じゃないね。2周年をなんか、うんたらかんたらって言って。変化が起きたみたい。でもよくよく考えたら別に2周年で、多分あのキャラでしょ？水色派だったね。あのキャラだったとして、そんなになんかすげえ欲しいかって言われると、まあ、そこまででもないかなっていうのが変化が起きたみたい。そう、なきにしもあらずなんだよね。なきにしもあらず、うん、なんかまあ結局出てきた時には欲しくなっちゃうので、まあその欲しくなった時っていうのがまあ春夏時なのかもしれないけれども、多分そういうのは多分、ね、許されないので、変化が起きたみたい。そう、だからここでこの今流れが来てる魔球イロハの流れに乗りつつ、魔球イロハの流れに乗りつつだよ。今日はさ、ほんと、忙しかったからさ、これきっとあれだよ。ご褒美だ、ご褒美。変化が起きたみたい。いけ！これあと、タップする場所なんだけど、ちょっとこれ、個人的に気になるんだけど、このガチャの画面でみんな、御霊さんをタップするのか、それともどこタップすんのかなみたいなの気になってるんだよね。変化が起きたみたい。変化よ、これ。そう、こうやって今ね、ソウルジェムをもう触れるか触れないかのとこでタップしてるんだよね。この触れるか触れないかでタップすることによってね、まあ、特に何かがあるってわけじゃないんだけど、変化が起きたみたい。そう、この御霊さんがこう真ん中にいて、この周りにこう背景があって、この画面どこタップしても一応このゲームってヒュイーンってなってくんだよね。なんだけど、あえてこのね、左の、まあ向かって左側のこのリボンのところをこうやってタップしてんの。てか早送りボタン押してなかったな。早送りボタン押すの忘れてたわ、久しぶりすぎて。お、魔法少女来たね。木だね。ひなの。変化が起きたみたい。そう、天井という恐怖があるからね。変化が起きたみたい。なのは
変化が起きたみたい。起こせ変化。変化が起きたみたい。そう、何の話したっけ。そうそう、この画面上でどこをタップするかなんだけど、結構なんか御霊さんのお、ウイチャンスだ。お胸をね、御霊さんの豊満な2つのほにゃららをねタップする人多いらしいんだけど、それは本当なのかな。チームメイン、そう、ちょっとなんか恥ずかしくてタップできないんだよね、あんまり。変化が起きたみたい。そう、まあ触れてこのお下げかな。変化が起きたみたい。で、なんか生ラマスはこの後ろにあるこの変な苗木みたいなやつ、これのことをなんかアジッサの苗木だったかな、なんかよくわかんないこと言ってたんだけど、そのネタはなんかドラゴンボールを見てる人ならなんか常識的な感じなのかな。俺は知らなかったんだよね、呼び名。そう、あのなんか木みたいのがナメック星に入ってて、ナメック星のその木の名前がアジッサらしいんだけど、変化が起きたみたい。あとはこの背景をタップするっていう人もいるのかな、この後ろでなんかドグンドグンになってる壁とかさ。この壁のステンドグラスっぽいの超オシャレじゃない。変化が起きたみたい。さあ、もう変化はないのか。あれが最後の変化だったというのか。モキュイロハ、よし、モキュイロハからここでメモリアが出てくればかなりいい感じ。おおおおお、ちょっと待って、黄色い黄色い黄色い、黄色です、黄色です。よし、来てる来てる来てる、いいいい、超いい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 。これはこれも特攻。よし、勝ったな、これ勝ったな。今回のイベントのサポポは勝ったな。早速装備させよう。いいね、意図せず貫突したつくよちゃんにさらにメモリアがつけられそうだぞ。11ってことは初の 11? いいね。いやー、すり抜けで意図せず貫突したつくよちゃんが、糸貫つくよがとうとうね、かなりいい感じになったな。いい感じできてる。じゃあこの勢いで最後にね、この菜の葉をゲットして終わるっていうフィナーレで終わるに決まってるでしょ、これもう完全に。完全にそれでしょ、そのパティーンや。深く探らせてもらうわ。わかっている、もう何が出るかなんてわかっているんだ。確定率など見るまでもない。集中線が出た頃にただ目は開ける。かなり目開けのタイミングぴったりだったぞ今。これ結構来てると思うんだよね。あー、いたいた、この子ね。いや、このさ、さすまたちゃん、名前はなんだっけ、ほなちゃんだっけ、ほなちゃんじゃねえ、はんなちゃんだ。はんなちゃんのイベントってみんなどう思ったんだろうな。結構なんか賛否両論だったよね。割となんか無理やりな終わり方じゃねえか的な感じがあって、個人的にもちょっと無理やりかなって感じと、最終的になんであんなことをしてたのかっていうのが分からずじまいだったのはちょっと気になったけど、今回のイベントはどういう風に進んでいくのかが超気になるんで、まあ、ぜひね、なんか最終的になんか大演壇を迎えるような変な終わり方しないでくれよっていうのはちょっとあるね。さすがにコラボキャラがなんかひどい目にあったりとかそういうのはないと思うけどね。そうそう。で、またあれだな、このシュイーンってなってるとこう飛ばさないやつやっちゃった、ね、飛ばさないやつついついやっちゃうんで、そこだけちょっと気をつけようね。水だ、やっちゃおうか。で、これも普通のやつな。いや、でも今回かなりもう当たり会だったな。久しぶりの当たり会だった気がする。最近結構なんか低迷気味ったらあれだけど、まあ、動画の更新頻度も少なかったから、ガチャ自体あんま回してなかったんだけど、ここに来てね、ちょっとせっかく貯めた石をね、ここに来てせっかく貯めた石を使い果たしてしまったんだけど、まあ、後悔はね、特にないです。ないということにしてくれ。そう、で、ちょっとこの実は、八神隼手っていう子を撮ってなかったんで、これのちょっと変身ムービー見て、それでちょっと終わる感じにしようかな。お、貴族星だぞ。何が出るんだ？一体何が出てくるんだ？
あれだね。映画の一作目だと、マスコットキャラ的なやつはなんかフェレットだったんだけど、このちっちゃいやつね。時空管理局で捜査官のお仕事をしてる小学5年生。よろしくな。小学5年生には全然見えなかったな。これか。おお、なんかすげえ。なんかネムちゃんみたいこの本持ってたから。ホーム画面は。模擬戦とかもええんちゃうかな。こないだ練習したコンビネーション試してみたいんよ。羽の数すごいね ああ、これ剣で戦うんだ。かっけえなー。何か用だった？ごめんね、少しだけうとうとしちゃってた。あんまり夜更かしは得意じゃないんです。はい、かわいい。特に良かったのが、思惑通りに、この、糸貫つくよ用にね、糸貫つくよ用にってわけじゃないけど、メモリアがめっちゃ出てくれたのが超いいね。おし、ということでね、今回マギアレコードのね、ガチャを久しぶりにやりました。じゃあ、またな。